以上に聞くの時間です今回は令和2年度予算案について成沢区長にお話を伺ってまいります区長よろしくお願いいたしますさて令和2年度の文京区の予算案が発表されましたこれから今月の定例区議会で審議されるということですが、はい、本日は令和2年度予算案の特徴などについて伺いたいと思っております、はい、まず今回の予算編成にあたっての基本的な考え方をお聞かせいただけますか、はい えー、平成22年に策定した現行の基本構想ですけども本年年6月に計画期間であるおおむね10年を迎えます、えー、時代の変化が著しく多様性を増す行政需要に的確に対応し将来にわたって持続可能で豊かな地域社会を築いていくためには現在新たな行政計画として の総合戦略では、まあ、現行の基本構想の理念や将来都市像というその幹の部分は継承しながら、まあ、これまで以上に迅速かつ柔軟に育成課題を解決する体系にしていきたいと。 持っています総合戦略に掲げる主要課題の解決等に邁進するためにですね現場の視点を重視して既存の分野や領域を超えた柔軟な発想によって一つ一つの事務事業をより一層創意工夫を凝らして効率的効果的な質の高いサービスを提供するための予算ということを位置づけています。でなお優先度のの高いい施策ににについては昨年のうちに積極的に予算 を公表して、まあ四十四の事業を重点施策として展開することにしているところです。はい。えー、それでは令和二年度予算案の全体像などを伺いたいと思います。はい、令和二年度予算の予算規模と概要についてお聞かせいただけますか。はい、えー、一般会計の当初予算の総額ですけれども、まあ一千百十二億七千万円ということで、前年度に比べて八点八パーセントの増となっています。えー、予算規模としては。 過去最大初めて1100億円台を超える予算ということです歳入についてはまあ歳入の根幹をなす特別課税は納税義務者である区民の方たちが増えていますので増収となっています また歳出についてはです、ね、子育て支援施策や高齢者施策など社会保障関係経費がさらに増加をしているということでそれに対応する、加えて、静止小学校と老朽化した学校の校舎の改築ですとか旧本町小学校の整備の事業八ヶ岳高原学園の改修事業など引き続き大規模な施設整備にも取り組んでいくところです。それでははここからは 個別の事業について文の都総合戦略の基本政策ごとに主要なものを伺ってまいります。はい まずは子どもたちに輝く未来をつなぐからご紹介いただけますか、はいえー、まず子育て世代への対応として私立認可保育所の開設がまあこれが一番重要なことですけれどもあと公有地を活用したまあ保育所等の整備を引き続き進めております、えー、加えて指導検査及び巡回指導をの体制を強化するということで保育サービスのこう量の 拡充とと質のの向上の両立に努めていいいきたいと思いますまた病児・病後児保育のニーズも高まっているということで新たに都立駒込病院内に開設をします病児・病後児保育施設に文教区民の枠を確保することになりました。 さらに引き続き児童・生徒の不登校の水然防止や早期発見早期対応を進めるために学級集団アセスメントの実施ですとか実施する学年の拡大やスクールカウンセラー等の配置の拡充等を通して不登校を生まない教育環境の整備を図ってまいりたいと思います。続いて、 健康で安心な生活基盤の整備ではどののようなものがありますか、はい、これまでもですね、高齢等を理由に入居を拒まないスマイル住宅とこの登録促進に向けてさらに拡充をしたいということで入居者の見守りサービスの拡充や不ルの事故等によって 発生する現状回復費用等の補償をすることによってお貸しいただく家主さんの不安解消を図って住宅確保用配慮者の居住安定を進めていきたいと思います。ままた引きこもももりが現在社会問題にもなっていますけれども この8050問題という引きこもりの長期高齢化を受けてですね引きこもり状態に本人やその家族を支援する引きこもり等自立支援事業ステップの対象年齢を拡大します加えて相談支援体制の強化を図って複合的な課題が引きこもりの問題ありますけれどもそれを一元的に対応するような総合相談支援を行っていきたいと思います。 またがん患者にウイッグの購入費用の一部を助成する事業も新たに始めます、まあ、治療に伴って毛が抜けてしまったりするその外見の変化ががん治療にはつきものですけれどもそれに伴う精神的苦痛及び経済的負担を軽減するための取り組みですですは活力と魅力あふれる街の創造ではどうでしょうか。はいえー、まあ人材不足が今あの非常に 深刻な状態になっていて区内の中小企業に対して人材確保から活用から定着までを総合的に支援していくために若者や女性そしてリカレント教育等を受けた受講者の人たち等をその多様な地域人材を 採用するためにこうセミナーですとかマッチングイベント等を実施していきたいと思いますまた競技カルタは文京区で発祥しているという歴史があるわけですけれども滋賀県の大津市そして福井県の阿原市と文京区の3つの自治体で一般社団法人全日本カルタ協会の皆さんたちと連携をして東京2020オリンピック・パラリンピックの 共催文化プログラムになっている東京2020日本フェスティバルとして国際的な競技カルダ大会や体験会や展示カルダなどのイベントを実施していきたいというふうに考えていますまたさらに増加が見込まれる外国人観光客のニーズに対応するためにナイトライフ観光ですとか日本文化体験伝統工芸展等の外国人向けの 情報発信等を行ってい,っていくことと外国人住民による母国語の観光案内を実施してていいいきたいなと思っています続きまして文化的で豊かな共生社会の実現についてはどうでしょうか。はい 文京区の東京2020オリンピックの聖火リレーの当日にです、ね、7月21日ですけれどもゴール地点、ここでミニセレブレーションを行って区の魅力を発信する事後イベントを開催することですねまた沿道や会場等で聖火リレーのボランティアの皆さんたち区民の皆さんたちと一緒になってですね東京2020大会を盛り上げる取り組みを進めていきたいと思います。ままた1年を通してて文京区で花の五大祭り等を行っていますが東京2020 記念事業のうち大会終了後も祭りの発展と地域の活性化につながる五大祭りそのものが2020のレガシーになれるような取り組みに対して女性事業を行いたいというふうに思います。続きまして 環境の保全と快適で安全なまちづくりについてはどううでしょうか、はい、無電柱化の整備済みまたは計画のある緊急輸送道路から避難所までを結ぶ線が短期間当然発生するわけですがそこがまあ緊急道路障害物除去路線ラストマイルというふうに言われています。でこのラストマイルが整備をされていないななと大きな 道路がされたとしても避難所までの道路が閉塞してしまう可能性もあるということでこのタンク間のラストマイルの無電柱化を進めるために基礎強さに入ることにしました。 また災害情報の収集分析などの一連の業務を効率的迅速化するため現在の災害情報システムについて ICT 技術を新たに導入したり外部のシステムとの連携をしたり外国人の人たちに向けた災害情報の多言語化の,の観点から再構築を今回、今年していきたいなと思います。また避避難難行動用支援ななど既存の情情報報伝達手段では的確な避難情報等を受信することが 困難な区民の人たちがいらっしゃるわけですけれどもあの障害者の方なんか特にそうだと思いますがそういう人たちに一斉情報配信システム機器こういうものが最近こう民間でいろいろ開発をされてきているのでそれを配布して災害情報の伝達手段の多様化を図っていきたいと思います。 では最後に持続可能な行財政運営についてはどううでしょうか、はいえー、子育て世帯からの問い合わせに対応するために、えー、子ども手,手当ですとか医療費等の助成についてコールセンターを新たに設置したいと思いますでさらにコールセンターの問い合わせの実績が蓄積されてくると、まあ、将来的には AI で応答できるような、えー、システムの準備等を図っていきたいと思います。 令和2年度も区民の皆さんが住んでいてよかったと実感できる事業を期待しております市長、はい、本日はありがとうございましたありがとうございます